さあ、皆さんこんばんは。こんばんは。はい、今週も始まりましたヒープホップ。今週はですね、30分の短縮バージョンとなっておりますよ。はい、798回目の生放送ということですね。はい、今日卒業式あったみたいで。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、さあ、まずはこちらのコーナー。沖縄爆笑伝説。はい、今週のお題は卒業となっておりますよ。行きましょう。はい、では一発目行きましょう。はい、ヒープネーム、海は広いな大きいなさん、いただきました。ありがとうございます。卒業式の前日の夜、先輩たちに投げる紙吹雪をゴミ袋3袋分作って寝た。翌朝起きるとお母にゴミと間違われて捨てられていた。いやそれはちょっとストーリー大体分かるんだろう。一応なんかちょっと見れよ。ちょっとね、確かにそうですね。あれシュレッダーかけたんかなとか思ったんかな。時期的なもんもあるし、結構持ったらファサファサするよ。大体分かるんだよ、この時期で。軽い3袋ないって。努力全部無駄。分かるよ大体。はい、さあ、次のヒップネーム、石垣島のリュウジさんからいただきました。ありがとうございます。卒業文集に載る顔写真で誰よりも笑いを取りたかった僕は、当時かけていた眼鏡を60度ぐらいずらして写り、見事に笑いを取った。その4年後の卒業文集で、こんなふざけた写真はやめてくださいという例として僕の眼鏡ずらしの写真が使われていた。こんなのはダメですよ。ダメです。全然笑えないですよ。60度ってこれか。もうそれだけだったんですね。はい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 、わかりますわかります。面白いから。ダメですよっていうか、将来後悔しますよ。今しか美味しくないですよみたいな。後で見てから産経しもたんっていうね。はい、続きまして、はい、続きまして、ヒープネーム、うそがにさんからいただきました。ありがとうございます。卒業式の1週間前に退学になってしまった同級生。しかし卒業アルバムは事前撮影していて、完成した自身のアルバム写真のページには卒業できてよかったとコメントを残してた。何があったまして、そうか、1週間前にってな。先生もギリ止めればいいのに。なあ、ちょっとサービスでも卒業させそうだけどな。そうですよね。頑張れ頑張れ。こんな場合どうするの。その写真も、ね、なんか黒塗りとかか。いやそうですね。それもかわいそうだし。続きまして、ヒープネーム、たまに教室に入ってくるゴリラさん。入ってこない、ね、入ってこない、ね、1回も入ってこないですか。高校の卒業式に他校の生徒が数台の車で箱乗りしながら、まるまる出てこいと校門前を走りながら喧嘩を売りに来ていたから、警察が来て車を没収。警察の人が安全な場所に車を移動しようとしていたんだけど、マニュアル車だったためか、何回も何十回も演奏するからギャラリーに頑張れって応援されてた。恥かさよ。恥ずかしい。警察頑張れ、ね、警察ごっこん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 一番目立ってるっていう、警察の方が一番目立ってるな。俺と交代しようだ。俺が動かすよ。あそこでのブーってのが決まったらすぐ動かす。かっこいいところを。はい、番組内で紹介した過去の沖縄爆笑伝説はウェブサイトでもご覧いただけますよ。こちらの、はい、二次元コードからアクセスしてチェックしてみてください。はい、はい、さあ、続いてのコーナーは沖縄爆笑伝説パート2だよ。2でラスト、2でラストです。あ、そっか、はい、はい、早っ。はい、今週のお題は卒業となっておりますよ。はい、はい、ヒープネーム、裏方はぬいこさん。はい、や、はい、ありがとうございます。合ってるかな。はい、前期後期制の高校だった僕は、うん、単位不足で半年留年ということで、家族友人から見送られることもなく9月に卒業式をして終了。珍しかったのか、半年遅れの卒業式とテレビ局が取材に来ており、取材を受けることに。喜んで取材を受けたことをお母に伝えると、留年したことが身内全員にバレるだろうがとしこたま怒られた。はい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 、内緒でやってたのに。こんなレアケースのやつを中々夕方のニュース出てるやんみたいな。留年した人取材してるバレたやし。ああそうか。はい、ヒープネーム、青い鳥さん。はい、ありがとうございます。中学校の卒業式、同級生のヤンキーがやっと義務教育終わったやっさと喜んでいたが、式典で
旅立ちの日が流れてる時号泣していた。いや別に、いや別にヤンキーライターはダメとかないわよ。そうですよね。いやだってさ、みんな、もうみんなと別れたのか。終わりたくないよ。別れたの君だと。俺デジ寂しいんだけど。いやデジオリコン。いい感情、可愛い。いいですね。はい、じゃあ一旦ごまじゃん。卒業シーズンだからね。まあね。いや面白い。まずやんちゃな子ほどそういうね、うん、ピュアだったりするから、ね、感動しますね。はい、今週もたくさんのメール本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。新たな爆笑伝説の認定、今週は誰なんでしょうか。誰でしょう。卒業式の前日に紙吹雪ゴミ袋3袋作ったら朝お母に捨てられてた海は広いな沖縄さん、おめでとうございます。大体は感づくよ。時期もあるし、うん、分かっててファサファサしてるしね、うん、分かってて捨てたかもしれないし、切ってるところ見てなかったのかな。警察官の演出も面白かったんですけど、ね、あよかった、マニュアルしないかったですね。ちょっと迷ったんですけどね。はい、あっという間の30分ですね、はい、なんと再来週の放送で放送開始がなんと800回目とわおいうございまして、すごい800回、はい、もう16年入ってますね、すこの中に。なので来週、はい、再来週の放送回では皆さんからありがとうをテーマに生写真募集しますので、はい、番組から素敵なプレゼントもたくさん用意しておりますので、はい、どしどしメールと写真、はいはい、ありがとうの写真を送ってきてください。はい、結構プレゼントあるみたいですね。はい。はい、じゃあ感想メール、愛知県のピンガさん。皆さんこんにちは。こんにちは。今日から4日間沖縄に来ています。おいつも YouTube で見ていますが、はい、今日は生で見ることができて嬉しいです。おいいね、楽しい時間ありがとうございます。いやいや、ありがとうございます。ありがとうございます。生で楽しんで。もう一丁。沖縄の強しさん。はい、今日30分放送、来週は水曜日までしか仕事頑張れんよや。半分だから有給取ろうやつさ。そんな僕らのせいにしないでください。じゃあ俺なんかが2時間スペシャルとかやったらめっちゃ頑張れるってことですよね。はい、じゃあ来週のお題いきますか。はい、わかりました。来週のお題をフクロウでお願いします。はい、ビックラこいたー。びっくりだー。いいねー。何がいいねー。